今日の六歩海鮮どう？コメントで教えてくれると嬉しい。いや待って、コメント、アンケート取ろう。アンケート取ります。この後。この後アンケート取るので、よかったら、回答よろしくということで、これはでかいよ。ダブルヘキサゴンは、強いんでないの？強いんでないの？赤ダブ来てます。赤狙いして、いいね。このまま赤を狙っていきたいけど。いや、遅い。ちょっと遅かったな。でも相手も赤が、いや、間に合っているので、これ金色が間に合わないとまずいよ。まずいんじゃない？これ。まずいか。いや、押し込んでないので、こうやって、こうやって、あとは、緑。オッケー！これが、粘り力。粘り力です。いや、これはいい積み方できたね、今の。しっかりと崩れてピラミッドができる形、見据えていました。オッケー！はい、行きます。それでは僕、左側。で、緑を狙いつつ、猫兄さん、ミキバンはありがとうございます。ミキバンは、ぜひ今日も楽しんでいってください。ヘキサゴン完成して、橋本さん、ミキバンはありがとう。レマルさん、ミキバンはありがとう。さあ、僕、左側にピラミッド土台があるのですが、ちょっと使うの難しそうだね。ストレートは微妙だけど、すぐできるなら悪くない。すぐできるなら悪くないね。で、相手もラッキーなさそうで、ちょっと緑を消したい気持ちありましたが、なくなりました。ラッキーに祈るしかない。ラッキーに祈る力。僕がシックスボールパズルで唯一誇れるのは、ラッキーを祈る力。ラッキーを祈る力は負けない。さあ、起こそう、奇跡を。奇跡を起こしていく。これは奇跡の勝利をもぎ取るにはちょっと早い。まだ決まんないね。まだ決まらないので、しっかりとヘキサゴン作って、相手もできてます。どうしようかな。これね、崩す意味はあまりないから、一応黄色寄せといたけど、やばいか、これは。ちょっとこれはさすがに崩れないとまずいよ。崩れないからまずいよ。崩れないけど即置きからのストレート。崩れないけどこの置きが僕を救ってくれる。世界を救う。赤か？いや、これ青だな。青を狙ってピラミッド。で、これ紫がおそらく崩れてくれるので、耐えることはできるはず。ラッキーがなければね。ラッキーがなければ耐えることができるんですが、相手もしっかり耐えている。緑が多そうな予感するけれど。緑が多そうな予感がするけれど、間に合わなくて。いやー、技が決まって、しまったー。これはさすがに耐えない、耐えられません。ピラミッドを作ろう。よいしょ、ギリギリでピラミッド。さあ、ギリピラ作って、ここからボールあまり崩れないかもしれない。あまり崩れないけど、あ、崩れないから、崩れないけど、まだなんとか消して、こうか、まだなんとか消して、奇跡を起こして、行きたいが、まだなんとか消してるよ。からの、ここで赤を引けるかどうか、赤を引けるかどうか、オッケー。いや、ここで赤を引く運命力。あ、でも実は相手の盤面見てたら赤引くかどうか分かっていたんですが、それでも相手が引くかどうかも運次第です。オッケー、しっかりと押し込んでいく。粘る大切さ出たね。僕は左側と、青紫。紫も結構来てるけど、黄色がめちゃくちゃ来てるので、すが、ネクスト見たら、これは正解はね、青だったね。正解は青だったんだけど、相手ボール1個置きました。ラッキーもないです。緑が一番熱いね。相手のボール見た感じ、緑が一番多いので、緑を狙ったところ、こうなります。こうなります。よいしょ。さあ、緑ヘキサゴン完成して、相手は、待ってるね。今ボール1。次の技で決まる。この技で決まる。この技で、勝負が、決まる。待って、黄色はまずいけど。紫オッケー。紫決まったけど、ストレート。いや、ラッキー。ラッキーが強い。
いや、ラッキーが本当に強い。今日のミケのエンタ、今日のミケのエンタ、これおそらくですがストレートでとどめさせると思うので、もうストレート決めましたが、意外と高さが足りないと、意外と高さが足りなくてピラミッド狙いをしていきますが、来ないね。黄色、黄色来ないね。オッケー、黄色が来たけど相手はピラミッド。一旦待とう。いや、ラッキー、まずいよこれ。妥協ストレート良くなかったね。妥協ストレートが響いてる。妥協ストレートの良くないところが出てしまいましたが、ヘキサゴンが間に合えば OK でしょう。ヘキサゴン間に合えば OK。 そしてやはり回線はちょっと重い。回線ちょっと重いけど、ちょっと待ちからの、いや、これ分かんない、ボール、ボール分かんないけど、一応黄色狙ってる。一応黄色狙ってヘキサゴン完成と。相手ストレートはね、だいぶ厳しいと思う。あまり崩れないと思うので、これ僕は待ちます。いや、崩れるか、意外と、いや、崩れないよね。よかった。さあ、崩れなければ押し込めてないの。いや、崩れすぎじゃないそこから崩れることもあるんだ。あ、そういう人生もあるんだ。なるほど。ちょっと置き方ミスりましたが、紫は非常によろしくない。で、紫良くないから黄色ストレートでお茶濁そうかな。これ一旦お茶濁しストレート、お茶濁ストレート決めて、ラッキーピが決まると。いや、ここからのラッキースト、いや、これはラッキーにおんぶに抱っこと。 OK です。僕右側です。よいしょ。赤と青と緑で、よいしょ。これ緑にしようと思ったけど、赤の方が多いので、赤狙いにしたんだけど、これちょびっと良くない置き方になっちゃったね。これ青がヘキサゴンドライ作りたかったんだけど、黄色と重なっちゃうと、これもう確実に土台として使えなくなってしまうので、よろしくないというお話でした。さあ、紫狙いながら、ナイス紫。相手も紫を狙っていますが、これはラッキーストレートが、ダブルで決まって、押し込んだんじゃない？いや、今日なんか、ラッキーの調子が、良くないか？僕、常にマナーモードなんだよね。どうせ、スマホを、肌身離さず、持ってるんで、ね、わざわざ、音出さなくても、大丈夫かなーっていう感じで、マナーモードにしてるんですが、悪くはない。これは黄色を狙っていきながら、緑も一応狙って、OK、黄色ピラミッド完成。で、崩れて、いいね、緑が。最高の緑が来てますよと。しかし、相手も最高のストレート。いや、強すぎませんか、それは。え？何が起きてるの、これ。みんな、これは、夢かな？夢ならば、どれほど良かったでしょう。未だにラッキーの、緑を狙うしかない！頼む！中起きろ！なんか、ラッキー！